下からピョーン。あれなんかそばかすごくない？はい、ということでそばかすごくちょっと鏡見てきたんですけど、確かに多かったです。ということで、どうもポロタンです。さっき頭ネジ外れてんのかな。どうもポロタンです。いや、おお。はい、ということで皆さんお待ちかね、すげえ皆さんからこれやってくれこれやってくれってすごいいろんなハガキがいっぱいポストに来てたんで、やろうと思います。じゃーん、見てください。カメラマンさんアップお願いします。馬刺し何キロだろう。まあ、10キロぐらいですかね。そしてまあ、前馬刺しでねやったと思うんですけど、すげえお腹が食ったはずなのに全然お腹がね満杯にならなかったんですよ。でこれまた来年とかにまた大会出ようかなと思うんで、あのフィジーク大会、はい、そのために鍛えてるんですけど、もしこれがこれだけ食って痩せたら最高の食材じゃんっていうので、実験を兼ねてね、今日今夜の10時なんですけど、あ9時なんですけど、馬刺しを食えるだけ食いたい。1キロいきたいと思う。1キロ食って明日の朝体重どれぐらい出てるのか、もしくは減ってんのか、ちょっと見ていきたいと思います。肉ってその体と比例するというか、それと一緒になっていくんですよね。何が言いたいかというと、あの鶏肉ばっか食ってる人は鶏のささみ、あのボクサーみたいなさ、その細マッチョっていうの、すげえ筋の入った鶏みたいな体になって、豚肉ばっか食ってる人はさ、その豚の脂身好きって言ってる人は豚みたいな、ちょっと失礼だな、豚みたいな体になっちゃって、それで牛肉食ってる人はなんかすげえもうゴリマッチョみたいな、で馬刺し食ってる人は角田信明さんも言ったんですけど、馬みたいな足になるって言って、で見てください、この俺の足、世の中の男性だから多分ね短い方なんで、もういいじゃないと、もうハンデ外しましょうよと、もうそろそろね、プロダナさん、もう足短いハンデいらないですよっていう声も多いんで、まあ、馬刺し食って足長くしてね、馬刺しのロースとヒレ、ロースとヒレが届きましたね。うわすっごい、なんかすげえことになってる。見てください、なんか心臓みたいだね、馬刺しってこんな感じなんだ。1キロだ、これで1キロだ、だからあ、じゃあこれで1キロなんだ。ロースをまず1キロ。そして、何が違いがあるんだろう、これ。ロースとヒレ。全然わかんない。ほんと一卵性ソーセージみたいですね。こんな感じで。うわ、すっごいな、血が。うわ、なんかキルアがさ、初めて心臓をえぐり取った時の、あの、囚人の心臓みたい。これさ、馬刺しってさ、ほんとあの、何？この薄さが命だよね。ただ俺、太すぎても薄すぎてもダメっていう、甘い醤油がいいって感じなんで、この卵醤油、これ甘いんで、これをね普通にたっぷり、うん、おたっぷりブチュッブチュッと。はい、じゃあ体重測りたいと思います。はい、71.0 です。はい、ということでできました。馬刺し2キロ。疲れた。昨日会食でずっと2日目でトレーニングして、今のねボロボロ。これね、フィレがこっちでロースがこっちなんですけど、見た目は全然変わんないと思うんですけど、包丁で切ってて全然こっちの方があのぐしゃっていっちゃう。じゃあいただきたいと思います。まずは普通にお醤油で、うまい、うまいんだけど、なんだ、いや俺包丁の切り方うまくないな、これ俺の馬刺し分厚い。俺もし馬刺し担当だったら絶対店長に怒られるやつやん、これ。うん、うん、でもうまい。うん、これだとペロペロいけちゃいそうですね。見てこれ、分厚すぎない？うん、他の肉より群を抜いてすごい。
カロリーが、あの牛肉と豚肉の2分の1以下なのに、タンパク質が 1.5 倍ぐらい多いで、脂質が、なんだこれ4分の1ぐらいだよ、豚肉と牛肉の超高タンパク、低脂質なやつ。カルシウムは約2倍だって。うん、あんだけ走ったのに、こんな感じにされちゃってちょっと、これちょっと、なんか変な言い方ですけどね。うん、うまい。フィレの方、いただきたいと思う。フィレがね、すげえきめ細かいんですよ、お醤油で普通に。うん、こっちのがちょっと若干癖があんのかな。うん、うまい。うん、ちょっと一つ言っていいですか。もう開始5分なのにもうきついんだけど、あれあれ、俺お腹空いてんだけどな。なんかもうちょっと満足しちゃってんだけど、なんだろうね、馬刺しってちょうどいい、やっぱ量がいいんだろうね。うん、食える気がしない食える気がしない。やばい、ほんとすいません。頑張ろう。はい、じゃあわさび醤油で今度いただきたいと思います。あ、うまい、わさび醤油うまい。うん、うまい。すげえ、史上最高にシュールな動画できてるなこれただひたすら馬刺しを食い続けるって皆さんどういう心境で見てらっしゃるんでしょうね。こっちはね、いい動画撮ろうと思ってるんですけど、見てる側はただ馬刺し食ってるおっさんをただ見ながら勉強してたりさ、一緒に食ってたりするわけでしょ。ありがたいですけど。うん、すいません、ちょっとずっと醤油でこれ馬刺し食ってて、ちょっと体がちょっと難しくなってきたんで、これこちらボッコボコのハーゲンダー作っていいですかね。ちょっと前に残したやつ、いつ買ったか分かんないんだけど、これ食べて甘いの食べればさ、なんとなくまた辛いの食えるんで。うまー、なんじゃこりゃ、何ハーゲンダーって、こんなうまかったんだ。そしてこれまたしょっぱいの食べる。あ、うまい。うん、はい、ちょっとまたちょっと苦しくなってきちゃったんで、こちらに卵入れていただきます。合うかな。いや、うまいじゃないの。そしてまたきつくなっちゃったね。こちら、ボッコボコのスーパーカップいただきたいと思います。なんでうちの冷凍庫のアイスでボコボコになってんのこれ。はい、ちょっといつ食べたかわかんないんですけど、スーパーカップいただきたいと思います。で、いただきます。で、ピコちゃった。で、いただきまーす。わ、うまい。馬刺しはね、やばい。適量がいい。適量で。めっちゃいますよ、こんな。うん、うん、タモがけご飯じゃなくて馬刺しがけご飯にしたいと思います。あ、なんだ、ちゃんじゃみたいになりましたね。うん、おいしい。1キロちょっと食べました。これはサラダっぽいし、明日食べられるもん。見てください、全然腹が出てない。やばくないこれ。しかもでももう30分だったら、なんか結構お腹空いてきたってまではないですけど、なんか全然腹溜まってねえなみたいな感覚なんで、ちょっと明日楽しみです。絶対痩せてるこれは。はい、ということでおはようございます。ということで時刻今朝の9時です。お腹がそのめちゃめちゃ減ってるわけじゃないんですけど、はい、だいぶなんか割れましたねまあちょっとお腹引っ込まして、ちょっとね力入れてるんですけど、力抜くとでもこんな感じです。で、気になる体重いきます。は？
前電池切れ起こしてんじゃねえかよ。いただきます。はい、68.9。 え、ちょっと待って、 2.1 キロ痩せた。マジかよ。はい、ということで、まさかの2キロ持っちゃいました。まあ、っていうのも、まあ、もともと脂肪がね、乗ってるんで、体重の変動は激しいんですけど、でも、減っても1キロだったんですよ。炎症、馬刺しをめちゃめちゃ食ったら次の日、やっぱそれ以上に落ちてました。ありがとうございました。これぐらい維持していきたいな。これ以上やると怒りなみたいにデブになっちゃう。